日本選手権水泳競技大会は、競泳淡水路の日本一を決める競技会である。会場となる東京辰巳国際水泳場以前は2月下旬、ゴロにたま数年は、世界淡水路選手権の選考会、奇数年は、海外招待選手も加えた、国際オープン大会として行われていた。ただし、2010年は、世界淡水路選手権が12月開催のため、 奇数年と同じ国際オープンとして実施され、選考会は別に行われた。2013年度からは FINAA、競泳ワールドカップとの閉催に伴い10月内し11月に実施している。ただし、2015年度のみ W 杯が長水路で実施したため閉催されていない。公式掲示はオメガ。2018年は日本選手権自体が中止となったため、 代わりに世界選手権代表選考会として開催された。予選はすべてタイムレースで上位8名が決勝へ、9から16位の選手が B 決勝に進出する。ただし、800メートル1500メートル自由型はタイム決勝、400メートル自由型400メートル個人メドレーは B 決勝を行わない。決勝、B 決勝進出に関して同記録で、 予定人員を超えた場合は、抽選により進出者を決定する。本大会は2006年度第47回大会より、日本水泳開発の賞金レースとなった。各種目3位までの入賞者、男女最優秀選手、世界新記録受立者に賞金が贈呈される。2006年の第47回大会までは、日本淡水路選手権。 勝村エ之ノ記念水泳競技大会と呼ばれていた。勝村エ之ノは東京辰ツ国際水泳場の建設も受け負った、勝村建設の元社長で日本水泳連盟理事長も務めた人物である。2007年の第48回大会から2010年第51回大会までの正式名称は日本淡水路選手権水泳競技大会。 第47回大会から第51回大会までの5年間は大会故障として競泳ジャパンオープンと呼ばれていた。長らく前述の故障が正式名称であったが2011年の第52回大会では日本選手権水泳競技大会競泳競技と変更されさらに2012年の 第53回大会以降は日本選手権水泳競技大会と正式名称が変更された。テレビ朝日のゲットスポーツで録画中継を実施。ありがとうございます。